どうも、空中ポニーのミタです。ということで、やってきました。神宮球場。今日もね、前から2列目、めっちゃいい席。広瀬さん、ありがとうございます。いやー、マジでね、やばすぎるんで、最近は。本当に、マジで。今日は勝ってよ。また、試合前、広瀬さんにご指導いただきます。ありがとうございます。今日こそ、頑張りましょう。ね、また、広瀬さんに。この親父レモンサワー出されてます。ありがとうございます。昨日の銀レモンサワー、昨日の銀レモンもねもらったんですけど、あ、苦味が強いですよ。こっちの銀レモンの方が好きです。らしいです。皆さん銀レモン来た時は、はい、あの銀レモンをおすすめだそうなんです。苦いの好きな人はこっちの方がね。そうです。親父、やっぱ親父が好きなのは苦さですよ。ありがとうございます。はい、アポイント。カイタくん頑張って。アイブラックカイタくんや。おー、矢野ちゃん。矢野ちゃんもアイブラックや。アイブラックマスター。その先生、まずは秋さん、神宮大4割2分9厘。で、対吉村、前回対戦もね、3打中2安打って当たってる秋さん、2期大切っす。で、4試合連続いった中、ここ最近5試合も3割1分8厘の勝負、坂倉2期大切っす。見ていきたいと思います。後半は3割3分3厘、得点圏は5割の今日スタメン、西川遥輝に気をつけつつ、さあ3割1分6厘、吉村登板じゃ10打数3安打3割の増田修に気をつけつつ見ていきたいと思います。本当にマジで、おお、まあいいよ。130吉典さん、よしなおるい。海徳、海徳一本。カット成功ぞの。おしゃれ。いやどうやろ。オッケー、いけ。海徳。海徳。いやー素晴らしいね、やっぱり海徳やわ。いやー取ってけもね、触りに待ちね、チャンス強いわ、ほんと海徳。いやジェイさんの彼女がおみくじいてませんね。今日もカップはカス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 、おーわっせい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 、今日もカップはカス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 、バザイバザイバザイ、いやー9月の得点圏も4割超え。いやー海徳やな、マジで海徳ナイスバッティング、海徳海徳最後や。タコちゃん頼ます、タコちゃんからの、いやーこれ入ったわ。なあ、ファウルになってくれ。ポーン、うわー、またあっさりとお手がこるーこるー、山田哲人はあっさりやねー。目標打率も3割8分7厘、目標を打ってる三振を取って、これうわーマジであっさりな、マジかー、打った瞬間やったもんなこれ。いやな、ミャンミャンミャン。ここで今日ホームランの鉄塔、トコちゃんマジでふんばれー。あ、そうだ、いやー犠牲フライか、まあまあしゃあないな、お仕事や、あーしょうがないな、あっさりやって、今日2打点だわ、あんま悪いボールじゃなかったからな、鉄と山田もさすがやな、お仕事や。
戻す。いやーちょっとマジで今日は負けたらやばいぞこれ。ヤクルト2連敗やばすぎるぞマジ。仲良し小声ボーイ。命かけた勝負の舞台恐れずにす。いやゲッツーはやめて、ゲッツーやめて。ここは大きい。青木ですわ。もう青木さん勘弁してください。いやもうマジかよ。昨日ヒット今日もヒット、えぐいマジで。引退しなくていいだろこれ。打ちすぎやってマジで青木。いやーもうやばい。チーム青木だよこれ。長岡、ああ連打連打やー。もうまた青木ブースト上がってるよこれ。今日も長岡もまた打ってるわ。神宮大地も3割9厘、地元神宮よく打ってる。はい、左も3割7厘やわ。あー左切れ始まる長岡もういいってマジで。ここでドミンゴ踏ん張りいいとこちゃう。いやーマジでバンバン打ってくれよ本当。もう一個いいんか。いけ、うわー逃げる逃げるやろ。待って、マジで。なんで？5点？おいおいおい、マジかよ。ココちゃんで5失点、もうやばいなマジで。うーわマジか、サンタナもーマジ青木ブースやわ。いやードミンゴもね得点圏3割7厘もう絶対打ってるマジで。昨日も青木が出てそのイニングでタイムリー打って青木返して、今日も青木が出たイニングでホームラン打ってるわこれ。もうブーストすぎるやろマジでヤバすぎる。カーブ性得点圏も3割33厘。カープキラードミンゴこれもうやば。神宮も3割6厘、対左も3割6分1厘だわ。対左キラーでもある。終わっている、マジかやば。まっちゃんも打ってくれあおー。いやーもうさーノーアウト2塁だよこれ。今日かいノーアウト2塁だ、やばいなマジで。どんそこすぎやー。開拓くーつないでくれー。勝ったわ絶好調のまあでしょうね。やばすぎるマジでやばい。やば、結局この神宮2連戦2連敗。もうマジでどんどんやわこれ。やばいなこれ。ココちゃんでも勝てず5回5失点。もうやばい、トコちゃんで勝てなかったら誰がすんこれ。
先々週1勝5敗、先週1勝6敗、今週6連戦2試合終わって0勝2敗、9月3勝13敗、借金10、ついに大台2桁写真終わっている、マジでやばい、いやーちょっと歴史的大失速すぎや、もらー最終なんですけど、一番向こうのブロックの一番前に一番向こうのブロックの一番最前列にいるので、2日と3日は、あ、2日と3日ですよ、あ、そうですか、そうそう、一緒に行くので、はい、そして本拠地神宮では今シーズン初勝利となりました。これから向けて、あの方に一言お願いします。そうですね、神宮初勝利で、ずいぶん遅くなっちゃうんですけど、ちょっと出なかったので、これからも勝っていけるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。2打点の活躍、キャプテン、山田哲人選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。相手ピッチャーは、今日まで4戦、スワローズ戦無敗の横田投手でした。どんな意識で試合に臨んだんでしょうか。で、とにかく、勝ちたいという思いで、はい、挑みました。山田選手に先制されて、その上で2回へ回ってきました。どんな思いでバッターボックスに入っていたんでしょうか。バッティングカウントだったので、もう悔いないように、しっかりフルスイングしようと思って、理想というか、それ以上のバッティングができました。まさに打った瞬間という打球でしたが、手応えはいかがでしたか。しっかりフルスイングできましたし、芯にも捉えることができたので、よかったかなと思います。昨日、今日と青木選手がヒットを放ってチームに流れを持ってきました。青木選手という存在は山田選手にとってどういったものでしょうか。そうですね、もう本当に背番号も受け継いでますし、本当に今日のヒットを見たら取り消してほしいなと思うんですけど、本当そうやな、残り試合少ないんですけど、青木さんと一緒にプレーできる喜びを、噛み締めたいなと思います。命かけた勝負の舞台、恐れずに進め。